私、ミワです。ミワちゃんね。僕は桃。桃？まあ、なんとでも。じゃあ、桃太郎さん？じゃあ、それで。私、痴漢にあったんです。うん。毎日同じ人だったんですけど、あの日は勇気を出してその人の腕を掴んだんです。この人痴漢ですって。大丈夫だった？はい、すぐに周りの人が抑えてくれました。よかった。でもなんで私って。私そんなに女の子らしい方じゃないのに。よくわかりません。そうだね。ないですよね。そんなことないんじゃない？本当？でもそのおじさん、パパの会社の専務だったんです。え？パパはクビにされました。ママはなんでそのくらい我慢できなかったの？触られたってことは可愛いからってことじゃないって。私が可愛いから選ばれたんだって。落ち着いて。君は全然悪くない。悪くないよ、ね。桃太郎さん。大丈夫。僕が守るから。ありがとう。うん。肩幅広いですね。普通じゃない？